こんにちは。今日は何を話そうかと思ってたんだけど、普段食べてる食料のことを話してみたいと思います。こっちで売ってるね、米を並べてます。これがいつもこっちで食べてる米で、1キロ55ペソ。で、こっちがね、ジャポニカ米って言ってるけど、なんか日本のライスをイメージして売ってるんだと思うけど、あんまり美味しくないです。この55ペソので十分というか、こっちの方が美味しいかもしれない。朝炊いて夜になって冷めてても美味しいんで。で、おにぎりなんかにして持ってくときは、これちょっと途中だけど、こっちで売ってるもち米ですね。これをこの米に1割ぐらい混ぜて炊くと美味しくなります。で、ご飯を炊いてるのがこの鍋です。前はね、電気炊飯器使ってたんだけれども、停電するとちょっとややこしいんで、これにしてます。で、ガスの方がね、美味しく炊ける。大体30分ちょっとぐらいで3合4合炊けてしまうんで、この鍋安くってね、保温性能もいいみたいでおすすめです。これね、魚売りが今売りに来た魚で、ラマヨっていう名前出してたけどね、こんなのが、何匹やんだ？ 1、2、3、4、5、6、6匹入ってね、180ペソでした。まあ、こうやって魚売りが売りに来るのをいつも買います。で、これがこっちで、まあ、ポピュラーな野菜で、こっちがカンクン、まあ、炒め物とかそういうのにしてレストランなんかでも出てくるけど、で、こっちがね、シガレディアスっていう、野菜です。まあ、こんな感じで断面がね、なんて言えばいいんだろうな、星形みたいな感じになってるんだけど、これは死に岩なんかの、まあ、茹でてもいいし、まあ、結構ね、歯ごたえもあって美味しい野菜です。これがね、マルンガイっていう植物で、ビタミンとかそういうのが豊富に含まれてて、まあ、ネットで検索してもらえばわかると思うんだけれども、まあ、野菜の王様って言っていうぐらいの、栄養がね、含まれてます。あ、自生してるのもあるな。うちの犬が動き回ってます。これ見えるかな？外にこう生えてる。これマルンガイです。ね、こんな小腹が空いた時にカップヌードルのちっちゃいやつ、こんなのも売ってるんだけれども、15ペソだったかな。これね、ビーフ味でね、結構うまいです。夜腹減って目が覚めてね、起きた時なんかちょっと食べたりしてるんだけれども、まあ、こうやって紹介したようなものを、まあ、基本的に、自炊なんで、うちで食べてます。外で食べるとね、やっぱりまあ、いろんな店があるけれども、生活費が高くなっちゃうんで、抑えるところは抑えて生活をしています。それじゃあ今日はこの辺で。